んにちは、おもちゃ作家の小田切ゆかです。今日、ちょっとバタバタしてて YouTube のペースダウンしてますが、ゆっくりペースでも上げていこうと思ってますので、ぜひぜひお付き合いいただけると嬉しいです。今日ちょっとあれなんですよ、おっきい木材がゴロゴロしてて私の居場所がないぞって感じなんですけど、これパイン材なんですけどね、綺麗な色合いしてますよね。はい、ということで今日はですね、新チャレンジ制作日記ということで、チャレンジ制作日記って何かというと、私のこう思いつきのアイディアからこうちょっとずつこう形を作っていく、形にしていくプロセスをこう見ていただこうっていうチャレンジ制作を行っているんですね。で、前回まで何やってたかというと、こういったコーヒーミル、ちょっと見えないですね、ちっちゃいんですよ、ちょっと大きい写真出しますね。こういったコーヒーミルに載せる動くおもちゃ雑貨みたいなものを、本当にアイデアの発表から図面を作って、こう糸のこでくり抜いていく様子とか、そういった制作過程を見ていただいて、最終的にできましたよっていうところまで来たわけですね。で、このコーヒーミルのおもちゃ雑貨も完成したので、じゃあ次何やっていこうかっていうと、その発表ですね今日はそのアイデアの発表になります。で、今日次何作るかというと、これです。ガチャガチャ、こっちもあるかなわかりましたドアノブですね。ドアノブってこう回転させるじゃないですか、動く、回るっていう、回転っていう動きがあるので、この回転の動きを利用した動くおもちゃ雑貨っていうものを作ろうかなっていうふうに考えてます。以前からの構想は頭にあったんですけど、ちょっと載せますね。こういったちょっとハワイアン風な感じで考えてはいたんですけど、ちょっとモチーフは変えようかなと。ハワイアンじゃなくて、ちょっと世界観はちょっともう少し他のおもちゃ、他の作品ともちょっと合わせ込むような形で変えていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、そういったものを作ろうと思ってます。はい、ということで、まだちゃんとした構想があるわけでもなく、まだ影も形もないんですけど、宣言だけはしとこうと思って、なかなかバタバタしてるとちょっとこう後回しになってきちゃって、このままじゃちょっとそっちの気になっちゃうなと思ったので、まずはこの場を借りて宣言だけしておこうと思いました。ちょっと調べたりもしてたんですよ。ドアノブをどっから作るかっていうところで、ドアノブから作れないかなとかちょっと見てたんですけど、結構、金属パーツとかの、仕組みがあって、ここから作るとなると結構な人生を使うかなって思ったので、ドアノブは既製品にしようかなって思ってます。で、ちょっとこう 木製品に合いそうなちょっとドアノブを探して、そこからじゃあどうやって取り付けていくかっていうところを考えていこうかなというふうに思ってます。はい、ということで、全部完成となると、1年ぐらいかかるかもしれないですけどね、焦らずゆるりと見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、ということで、このチャンネルではこういったチャレンジ制作日記のように、木のものとか木のおもちゃとか、そういったものを使うことが楽しくなるような制作の裏側だったりとか、木の知識だったり、あとおもちゃの工夫した遊び方なんかも紹介しています。またキッズ向けにおもちゃを使いながら学べる目指せ機械のエンジニアみたいなものもやってますので、ぜひよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、今日は以上になります。またお会いしましょう。